アルベール・業務はフランスの画家、イラストレーターである。ベルエポックの時代に多くのポスターや漫画を描いた。パリで生まれた。父親は建築家のエドモン・業務である。当時のポスターの王やジュール・シェレの影響を受けて劇場や広告ポスターの制作を始めた。この時代に描いたポスターは、後年、ベルエポック時代のポスター256枚を集めて出版された。 ポスター芸術の巨匠たちに2点が選ばれている。同時に、パリの上流階級の肖像画も描いた。パリの雑誌、ジルブラスや、ルリール、フルフル、ラシエット、ブール、イラストレーテッド・レ・フィガロ、レ・ペイズで、フランスなどの雑誌に掲載された漫画で有名になった。業務のイラスト集は、ジュールズ・タレンディア、エルネスト・メインドレン、ヘンリシミニスなどの出版社から出版された。 劇作家のジョルジュ・クールトリーヌが序文を書いたマイ・キャンペーンズを含む3冊の軍事画集を出版した。政治家のジョルジュ・クレマンソーを風刺したイラストも描いた。1900年のパリ万国博覧会では、テアトルでバンシャムズ・ギオームと名付けたアトラクションを制作した。引退後はドルドーニュ県の小さな村、頬で暮らし、1942年に没死した。ありがとうございます。